独占、ドクター X、べっぴんさんなどで知られる俳優の七瀬勝久さんの嫁、堀本陽子さんが超絶美人と話題です。また、若い頃の上岡龍太郎さんとのことも。その七瀬勝久さんについて、身長や子供、大学、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。七瀬勝久さんのプロフィール。名前、七瀬勝久、七瀬勝久。本名、同じ、旧芸名、やりまくり三助、やりまくり三助。出身地、兵庫県西宮市。生年月日、1960年10月13日。年齢、年、執筆時。身長、178センチメートル。体重、70キログラム。血液型、O 型。学歴、同志社大学社会学部社会学科卒業。現職、俳優、所属事務所、リコモーション。七瀬勝久さんは1960年兵庫県西宮市生まれ。1980年に同志社大学社会学部に入学し、同大の劇団、第三劇場に所属。1982年には兄弟系の劇団、外箱町の二代目座長、辰巳拓郎さんにスカウトされ、翌83年に外箱町入団。学生時代にはやりまくり三助、やりまくり三助の芸名で活動しています。86年に大学を卒業しますが、企業からの内定を蹴って演劇の道を歩み、88年に外箱町の四代目座長に就任。やりまくり三助名義で、関西圏の準キー局である読売テレビの深夜番組、週刊テレビ広辞苑、現代用語の基礎体力、無意味出す、などに相次いで出演。そのコメディアンとしての才能が高く評価され、好評を博します。そして、1988年に NHK 連続テレビ小説、純ちゃんの応援歌にレギュラー出演を果たします。なお、同ドラマ出演の際、やりまくり三助の芸名は NHK にふさわしくないという理由により芸名を本名の七瀬勝久に改名、現在に至ります。ちなみにこの芸名、純ちゃんの応援歌の放送が終わったら元に戻す予定だったらしいのですが、このドラマで全国的に有名になったため、そのまま本名で通すことになったそうです。この出演を皮切りに、以後数多くのドラマ、映画、舞台に出演。全国区への活動に本格的に進出していくために、2001年には劇団、外箱町を退団します。以後、現在に至るまでシリアスもコミカルも幅広く演じられる名脇役として活躍。その一方で、トリックのスピンオフである2010年のドラマ、警部補矢部健三で連続ドラマ初主演を果たし、また2012年の映画、スープー生まれ変わりの物語では、映画単独初主演を果たしています。七瀬勝久さんの結婚、妻の堀本陽子さんが美人、七瀬勝久さんは、モデルの堀本陽子さんと結婚しています。堀本陽子さんのプロフィール。名前、堀本陽子、堀本陽子。出身地、大阪府。生年月日、1973年6月18日。年齢、44歳、執筆時。身長、170センチメートル。3サイズ、80/59の86。現職、モデル、資格、ヨガインストラクター。堀本陽子さんは七瀬勝久さんの12歳年下で、ファッションモデルとして雑誌、セブンティーンの専属モデルなどを務めていたそうです。また、CM にも出演経験があります。本物の美人はどう映っても美人であることがよくわかる動画ですね。馴れ初めは、七瀬勝久さんの舞台を見に行った堀本陽子さんが、電話番号付きのファンレターを書いたことから。当時、七瀬勝久さんは28歳、堀本陽子さんは16歳だったのだそうです。それからしばらくの間は俳優とファンの関係だったそうですが、堀本陽子さんが20歳の時から交際が始まったそうです。
さすがに16歳の女子学生とは交際はできなかったのでしょうね。生瀬勝久さんが28歳の時というのは、ちょうど、純ちゃんの応援歌に出演したくらいの頃ですね。それまで、やりまくり三助の芸名を名乗っていたわけですが、さすがに名は体を表していなかったようで、安心しました。キャレットアンダーバーキャレット。結婚は交際を始めてから4年後の1997年のことで、ハワイで挙式したとのことです。結婚して20年以上経ちますが、今でもとても仲良しのようで、以前、生瀬勝久さんは人生における一番の宝物を聞かれた時に、妻です、と即答していたのだそうです。次ページ、生瀬勝久さんの子供について、上岡龍太郎さんとのトラブルとは、生瀬勝久さんの子供、生瀬勝久さんと堀本陽子さんの間には、息子さんが一人いらっしゃるようです。ただ、生瀬勝久さんは、子供のプライバシーに配慮して、名前などの情報を一切公開しないようにしているのだそうです。生瀬勝久さんは2013年にはベストファーザー賞を受賞していることもあり、家庭ではとても良いお父さんなのでしょうね。残念ながら、上述のような方針のため、ご家庭でのエピソードなどを披露することはあまり期待できないかもしれませんね。なお、生瀬勝久さんの子供について、ネット上ではなぜか亡くなっているということが言われることがあるみたいですが、そのような事実は特にないようです。生瀬勝久さんが子供のことを一切話さないことから出てきた噂に過ぎないか、よくあることですが他の著名人の子供とごっちゃになっているか、そのあたりだと思われます。生瀬勝久さんと上岡龍太郎さんのトラブル。生瀬勝久さんは、かつて、やりまくり三助時代に、上岡龍太郎さんとトラブルになったことがあったそうです。かなり昔の話ですね。上岡龍太郎さんが局長を務めていた、探偵。ナイトスクープに、生瀬勝久さんは探偵局員として出演していましたが、このトラブルにより降板させられたと言われています。さて、そのトラブルの内容なのですが、主に2つの説が出回っているようです。どちらとも、かつての大日本帝国陸軍の兵隊に関する調査の会であることは同じなのですが、トラブルの内容が違います。1つ目は、調査結果を報告した生瀬勝久さんが、おじいちゃんは戦争で勇ましかった。と発言したのに対し、上岡龍太郎さんが、勇ましかったら人を殺しても良いのか、かっこよかったら戦争をしても良いのか、と激怒したというもの。当時、東京に進出を果たすなど非常に勢いのあった上岡龍太郎さんの不況を買った生瀬勝久さんは、即座に探偵局員を降板させられたと言われています。ネット上ではこのやりとりが多く引用されていますが、もう一つ、有力と思われる説があるようです。次ページ、もう一つの有力な説とは、こちらの方が最もらしい、生瀬勝久さんと上岡龍太郎さんのトラブル説に、大阪の歩兵第8連隊は弱いという風評に対して。二つ目は、大日本帝国陸軍の歩兵第8連隊に関する弱兵という風説に関するものです。かつて、またも負けたか8連隊、それでは勲章9連隊、勲章9連、もらえない、にかけているという利用があったそうです。非常に有名な利用だったらしく、司馬遼太郎さんや石原慎太郎さんなど、多くの知識人が言及していたことで知られています。問題は、この歩兵第8連隊は大阪に本拠を置く部隊で、この利用自体が大阪の兵隊は弱いという一種の風評被害を生み出してしまうということがあったのだそうです。実際には、同連隊は明治初期からある古参の連隊で、数多くの戦役で勝利を収めており、その見方は当たらないとも言われています。いずれにせよ、大阪の歩兵第8連隊にはそのような風評が立ってしまっており、そのことについて生瀬勝久さんが依頼を受けて調査したことがあったようです。
しかし、その調査結果について、上岡龍太郎さんが、徴兵されて無理やり戦争をさせられた一般市民が弱くてなぜ悪いのか、と指摘して収録を中止。収録を中止したほどですから、上岡龍太郎さんの不況を大いに買ったことが想像できます。この口ぶりから察するに、もしかしたら探偵の調査結果で、やはり大阪の第8連隊は弱かった、という結論を出してしまったのかもしれません。繰り返しになりますが、実際には、第8連隊は西南戦争や日露戦争など数多くの戦役で大活躍しており、弱兵のそしりは言われのない風評被害であるとも言われています。いずれにせよ、この事態を重く見た番組サイドの意向などが働いて、生瀬勝久さんは降板となったのだそうです。二つの説とも、戦争に関する放送回である点が共通していますが、上岡龍太郎さんの逆鱗に触れたポイントはだいぶ異なります。上岡龍太郎さんの人物に対する見方もだいぶ変わってきますね。なお、上岡龍太郎さんが収録中に共演者を罵倒することはよくあったそうで、生瀬勝久さん以外にも、松尾隆さんや久本雅美さんなども過去にその対象となったのだそうです。以上、生瀬勝久さんについてでした。最後までお読みいただきありがとうございました。